ファッション流通家2年ショップスタイリストコースの富樫ゆりです。アパレル商品論は商品知識を身につけるための授業です。担当の先生は久保田先生で、プリントとノートと教科書を使い授業を進めます。優しく面白い先生で、すごく楽しい授業です。フォーマル検定を取得するための勉強もしています。フォーマル検定は葬式や結婚式など冠婚葬祭のしきたりやマナーを勉強するための資格です。市場調査や自身の持っているアイテム分析のプリント課題があります。インターネットで売れ筋を分析し調べる課題です。フォーマル検定の勉強では試験勉強を始めるのがギリギリになってしまい、覚えるのにすごく苦労しました。人と接することや話すことが好きなので販売員を目指そうと思いました。販売員になるために一から接客について学びたかったからです。またロールプレイングの授業やプレゼンの機会が多いと聞いて、人前に立つことを克服できたらと思い選びました。ファッションコーディネートの授業です。テーマに沿ったスタイリングを組み発表することで、さまざまなジャンルのスタイリングが提案できるようになりました。素材論の勉強と、たくさんの人とコミュニケーションを取った方がいいと思います。いろいろな夢や目標を持っている人がたくさんいるので、お互いに高め合っていけるような友達に出会えます。コミュニケーション能力と今までに学んできたファッション知識を生かして、お客様のどんな要望や対応にも応えられる販売員になります。人と接すること、話すことが好きな人はすごく楽しみながら学べるコースだと思います。毎週人前に立って話す機会があるので、人前に立つことが苦手な人でも克服できると思います。ありがとうございました。